優勝おめでとうございます。今日のレースについてお話ししてください。最初の方はやっぱそのアンディについていく必死でやっぱ追いつこうとしてタイヤの消耗もひどくてで途中でこきそうになって、まあ、指で抑えきれたんでとても良かったです。それで、アンディがこきた後はやっぱタイヤの消耗が激しかったんで、まあ、そのことも考えて少しペースを落としたんで、まあ、それがまあこけずにこけないようにつながったんで良かったです。雨ですごい難しいレースだったと思うんですけどどんな感じで難しかったか教えてください。まあ、最初の方は、まあ、濡れてる方も多くてで、まあ、最後の方になっていって乾いてきて、まあ、それでこけそうになったんで指で押さえてもう立ち上がりきれたんでそれから復帰してで、まあ、やっぱペースも考えて走ったんで良かったです。その指で押さえたについて詳しく教えてください。あの時は、まあ、クソになっててちょっとパニックっててでもうやばいと思ってその手を離したらちょうどバイクが耐えててでそこからもう起き上がるのに指でやったら起き上がりきれたんで、まあ、それで、まあ、うまくモチゾンもあんま下がらずうまくいけたんで良かったです。